フォーアイズさん対戦お願いします。さあ開幕、ここはデイジーはこうやってそう後ろに下がって初手ね株を引いてくるから、開幕ちょっとともしんはねなかなか決まりづらいんですよね、ピーチデイジーに関しては。でこの株を引っこ抜いてる隙に掴みを通していく、これがタイピチでの必勝法です。あー枯れない。こうねピチでは復帰借りづらいんですよ、めちゃくちゃ。はい、これ埋めて、うわレバーガチしてたか今、一瞬してないって思ったんだけど、ここ飛んでくる確率 79.8%。 データは嘘をつかない、しかも気づいたらゼロバーしてる。あちょっとなんかダメージ食らったんだけど王冠の雨で。あーすごい攻撃が全部当たるよ。あはーやばい、これ今日俺やばい日かもしんない。完璧な立ち上がりだ。マークさん対戦お願いします。なんか VIP のアイスクライマーってみんな強いから怖いんだよな、即死とかやってくるやついるし。さあ開幕ちょっと猛進決まって、完璧だろこれ、やばすぎだろ今のワンキル即死コンボ、調子いいよ。いや確信した、今日の俺はやばい、調子がいい日の中でもぶっちぎって強い日だわ今日。見たあの開幕即死ワンキルコンボ、カズヤ超えてるだろ余裕で。見た目ド派手さ破壊力どれを取ってもカズヤより上だろ。キンクルもやっぱあの即死キャラなんで、即コンボキャラなんでね、どんどん壊していきたい。まあ、ただねこのアイスクライマーってビップマッチであの遭遇するアイスクライマーって結構みんな強いんだけど、まあ、倒し方はねこうやって女から殺していく、そうすることによってこいつの攻撃力と機動力を半減する、そしてあとは惨めに残っちまった男の本体をいたぶるだけ、こうやってな、そして復帰も雑魚くなると。あちょっと待ってね、今俺下すましようとしたの、完全に今下すましてたら霹靂一閃決まってたやん。いやまだ知らないんかい、地味に重いのか。なんか最近さ俺スマブラの入力精度がゴミなんだけど、下すましようと思ったら下強になったり急降下が出なかったり下投げ上スマが出なかったりとかいろいろ終わってんだよな。さあまあまあまあ言うてる間にね、あの勝ち角が確定していったんで、もうあとは好きに倒していくだけ。ここまで来たらあとは何も考えない。危なっ。ああまあ三立てはねできなかったものの、まあ勝ち確定は変わらないと。さあ 72%。 まあここもちょっとやっぱ2人いると面倒くさいんで引き剥がして、やっぱ女の方から殺して始末していきましょうか。ここ合流させない、いった、引き剥がせ。はい、これで引き剥がれました。なのでもこれなんか大砲に当たって死んだんだけど、あとはこの本体を下すまで処るだけ。うん完璧。いやーウィフィットトレーナーか。なんか今日俺のスマブラの調子はめちゃくちゃいいんだけど、マッチングする相手のキャラ運が著しく悪い。今んとこ嫌なキャラしか来てない。はい、これちょっとつ猛進で 33% ダメージを与える。このさウィフィットトレーナーとか気づいたらさダメージ食らってるから、ほらほらほら、ちょっと待っておかしいでしょ今の。バフ入ってるとはいえ上強3回で 41% って、あやばい、あいつ 40% しか食らってねえぞ、これはまずい。こっから勝つけどね、言って俺このストックとりあえず即場して5分に戻す、5分の身の能力発動するわ。やめて、ちょあんまダメージ食らいたくないの。お前よくわかんないけどなんか気づいたらダメージ食らってるんだよな。そろそろバーストしていきたい。はい、これ埋めて頼む、よし。はい、これ5分に戻していく。まあ 29% 食らってるけどキンクルであることを加味したら全然5分と言えるでしょう。これが5分の身を食った5分人間の能力、すぐにどんなにねリードされていてもすぐに5分に戻してしまう。たとえ相手がウィーフィットトレーナーだろうがな。あ、そういえばウィーフィットトレーナーといえば俺昨日友達ん家でウィーフィットやったんだけど、そしたら体が引き締まってスリムになって嬉しかったから友達と一緒にその後ゲームセンター行って2人でプリクラ撮ったんだけど、そのプリクラをねツイッターにフォローしてくれてる人限定でアップしたらめちゃくちゃバズって、7000いいね、3000リップくらい来てて、リップの内容もいつものプリクラよりも引き締まってイケメンに見えますみたいな感じのリップとかも結構。あ、ちょっと待ってお前喋らせてよ、もう大事な話してたのに。猫手猫ハートさん対戦お願いします。なんかよくわかんないけど可愛らしい名前ですね。はい、スティーブ、俺スティーブさみんななんかうぜうぜって言うけど俺スティーブ全然うざいって思わないんだよな。あ、でも小戦場だからなんかこの小戦場の台のへりのところになあの壁立ててね部屋作ってくるスティーブはちょっとうぜえけど、でも俺そんなねスティーブ全然苦手じゃないんだよね、なんか知らないけど。
もっとうざいキャラいっぱいいるじゃん。だってはい、これ上投げで 32% 対 85%。 これはなんか最近戻ってきたな、下投げ上様の入力精度が。一時期マジで2回に1回失敗したんだけどね。最近になってまた俺の下投げ上様の精度が上がってきた。もともと俺そんなね操作精度高い方のプレイヤーじゃないんで、まあ、みんなだったら分かって見てくれてる人は知ってると思うんですけど、まあ、だからねちょっとしたことで破滅への、あー、そういえば今思ったけど最近俺必殺技全然決まってないな。さあここを落としていって勝ち確が確定。スティーブは割と復帰が借りやすいんだよな。はい、これ前投げで飛んでくるからメテオでここのまた落としてやる。うますぎ。え、待って、これ必殺技新技来た。ちょ、名前募集します、コメント欄。ゲベス中岡大変お願いします。いやでも今日ちょなんか挑戦状多いな、挑戦状多いんだけど今日 俺のスマブラの今日の調子が良すぎてめっちゃ勝ちまくってる。しかも戦闘力めっちゃ上がったわ。ちょこの後あの最後にね戦闘力見せるんだけど、ちょめちゃくちゃ最近の俺の配信とか見てくれてる人だったらねちょめっちゃ上がっててびっくりすると思う。今日めっちゃ調子いい。なんかね2回くらいしか負けてない。今はもう50戦くらいやってんだけどね、マジで。これしかも数えてないけどめっちゃ連勝してる。多分20連勝はいってると思うんだよな。うわ、配信しとけばよかったわこれなら。ちょやばいやばいやばい。さあ 114% 対 33%。 いやちょっと待って、こいつ強い、もしかしてだけど。ここで、うわマジか。あー、ちょっと待って、これもちょっと本気出さないとまずいぞ。一気にガチでいきます。ちょ今ね結構連勝してて戦闘力も上がってきてるんでちょ負けたくなくなってきた。やばい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 。ちょもう大邪魔なんだよ本当に、どけ。はい、ここから徐々に追いついていくよ、じわじわと。このストック大事です。いやだからこいつなんかうまいな、戦闘力高そう。ここ外出して、あーそうだルーラーあるんだこいつには、忘れてた。うーん、バーストしたい、頼む。よし、いや今日はなんか下投げ上様がよく刺さるな。そういう日ってありますよね、なんかこの技めっちゃ刺さるみたいな日って。それが多分今日の俺の場合は下投げ上様っていうことか。さあストック追いついたぞ、このまま逆転しよう。このストックユナズン、よっしゃー、おいしいね。もうこれでほぼ五分に並んでいく。水面切りはあやばい、うーわ、溜めるでめっちゃ、ちょっと待って、なんかでかくなったんだけど、お前なんでパルプンって使った、こいつ舐めてやがる、パル、あーせこすぎだろそれ。いやー今日めっちゃ戦闘力上がったわ、3万くらい上がったかな。これであと宇宙最強まで1万くらいに迫ったんだけど、まあこっからがねしんどいんですよね。ちょっと近々また配信して宇宙最強目指す配信でもやろうかなって思っております。はい、ということでね、まだチャンネル登録と高評価してないよって方はチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。あとコメントとね概要欄からツイッターのフォローもいきますんで、そちらもぜひお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。エクスタシー。